さてシグナルロストやっていきましょう。エプロン筋肉プラモデル動画投稿者の宮田です。レッツゴー。おへぇー、てか、イザーク、はっ、味方がやられた。あ、自爆しやがった、こいつ。待って、これ自爆しやがったの。あ、自爆したね。ちょっと、嘘でしょ。ここは戦場よ。怖っ。やばい。待って、イザークめっちゃ追ってくる、後ろ。見えるんだよ、もう。待って、また自爆しやがった、こいつ。もうマジさ、ちょっと待って、何このミッション、どうすればいい、これ。ストライク。今日こそ。よっしゃ、よくかさいや。格闘外れるんだよな、変に。なんでだろう。これ歩きで避けられるんだ、これ。避けられちゃうんだもん。経済学、これデスティニーじゃない方がいい説ある。インパルスの方がいいんじゃねえかな。ビームライフルダンス多いし、まだ。アスランやりますね。アスランじゃねえ。ニコルを殺したー。ドライク。みんな3人一斉にダウンさせたのに。いや、ずるい、その出方ずるい。ザーク、なんで？ちょっとステップ全然できなかった。オッケー。危ね。オッケー。オラディア、嘘、パルマキオフィオキー。こんな緊迫した戦闘なのにパルマキオフィオキーなんてフルで言う。もらった。ちょっとイザーク、ちょっと意外と強いこの子。もらった。え、嘘、マジ、危ねえ、やべ、ミスター、やべ、うわ、危ねえ。あ、ちくしょう、当たったよ結局。オッケー。え、嘘、マジ、これあれなんだよね、空中だとこれ意外と当たんないんだよね。あ、負けた。よし、慎重にいけ。あいつのパワー覚醒のため打ち一発でも食らったらだいぶやばいからな。オッケー。もう近距離戦でいくか。かー、ちくしょう、やべ、調子乗った。よいしょ、よいしょ、でやっ、パワー覚醒。あす、オキャー、ジカーテパルマキオフィオキーナ、かっこよし。しかもちょうどレベル30。あはは、アスランの信頼と中立になっちゃった。お、え、何、今度アスランか。うお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 、すごいんだが、しかしすごいぞこれ。いいね。どうする、俺何でやるか。コースでやろう。あのね、やって分かった。これね、デスティニーみたいに、剣に偏った機体じゃなくて、バランスいい機体の方がいい。あの、もっと、デスティニーよりバランスいい機体で、これでいきます。俺が薙ぎ払ってやる。すべて。慎重に行こう。今日こそ。今日で刀。ストライク。
やっぱごめん、横覚醒、横格闘からねビームライフル繋げようとしたんだけど繋がんないからさ、なんか癖でやっちゃうんだよね。フラグだ。よっしゃ、おいや。え、うわやばい、横角やっちゃうな癖で。通常格闘がフォースインパルス一番火力出るし強いんですよね。よいしょ、いい。え、嘘、マジでイザークパイセン、しかもめちゃくちゃ固まったんですけど。よっしゃ、どうする？ OK、 トールやんなければキラクソ強くならないな、これ気づいた集中だ、常にキラを狙え。よいしょ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 、ちょ、ビザークさん、ちょっと俺のさ来るなって言われて来ないやついないよ。ナイス、いいね。だ待って、笑ってちょっと、おい、トールにやらんだ。ちょっと待って、覚醒抜け。オッケー、あと通るだけ。おりゃってやー、俺がアスランだ。トールを殺したのは俺だ。どういたまして。おお、戦況がしっかり見えているようだな。全然見えてなかったっす。お前ならいつか必ずエースになれるはずだ。頑張れよ。ありがとうございます。お、ジンが追加、いいね。シードの期待が来るのはウレピ。俺は新キャラですか、ついに。トールと、え、女を取られた男サイ。なるほど、新キャラが来ましたが、とりあえずちょっとモラシムさんの任務をやりましょう。俺この人今回サムネイルにしたいんですよ。どういうのか分かんないんでデスニーでいきます。よっしゃ、もう許してなんか置けるか。本当に再現任務これね。逃げる、しかもグーンできた、しかも上からっていう。こんなは嘘でしょ、見えねえ。ちょっと待って、マジで動けねえこれ。俺が攻撃しちゃってるよ。いや、ずるくないそれ。艦隊をて、あの、盾にするのめちゃくちゃずるいんだけど。護衛系の任務で。OK。あ、ブースト無限か。ちょっと。マリオさん軽く邪魔っていうね。ほんで上から来たやん。リンって意外とあれなんですよね、バリエーション豊富だから、こういうブースト無限の時結構厄介なんですよ。バルカン系もあるしミサイルもあるし結構優秀なんですよ武装が。いや、見えね見えね、ちょこちょこね、こういうとこ一番見づらいプレイヤー的に。ゾノ、この下からか。オラシム全然来ないじゃん。あ、プカプカ浮いてる。来たな。
お、すげえ、めっちゃかっこいい今の。おりゃー、やべ、外した。よいしょ、よいしょ、でやってやっ、あー、やっぱいい削り。オッケー、ダウンもらったよ。あ、見え見え見え、え、嘘、マジ。あー、肝心なところで、あとちょっとなんだけど。オッケー、あぶね、179しかなかった。よし、よくやってくれた。ああ、疲れる。モラシムさんの、てかそうだよね、だって素でさ今ミッションレベル4だもんね。ラクスさん、この何この新しいやつ、敵全員の注意が一時的にラクスに集中。あ、なるほどね、これだったんだ新しいやつ。なるへそなるへそ。さてモラシムさんの次の任務をあれかな、イザークとディアッカのちょっとあれあげましょうか。信頼、間違えた、どうしようかな、これでいくか。ウィグナイテッドかな、ラッシュとパワーかな。で俺はどうしようかな、ジャスティス、オッケー。オッケー、よいしょ、しゃ、ウェイシ、あぶね、さささあ、よいしょ。いい、ジャスティスさんの前書くとめっちゃ強いんだけど。切り抜けも強いし、おい、ナイス。浅い海を行ってくれるとは、このゾノには帰ってこうつも。どうこそその期待、バラバラにしてくれるわ。え、ゾノがな。モラシムってそんなこと言ったっけ？そろそろラウザン来た。退場してもらおうか。オッケー、横格闘から特格。これが一番隙はありますけど、当たればマジで強いですね。にゃん、これダウンもらっちゃうからきついな。よっしょ、でやーっ、ほっほっ、オッケー。ちょっと遊覧させていただいて、よいしょ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 、あーオッケー、いいね、よし。水中戦多くてめちゃめちゃ動き鈍いんだよね。確かこれ水中動き鈍くなるはずなんだよね。モラシム任務さん結構多いっすね。え、待って、今アビスって書いてあった。アビス、これこそ我らにふさわしい機体よ。今度こそ貴様を奈落へ沈めてやるわ。あー、なるほどね、水中で、確かにね、アビス水中のモビルスーツだからね。ちょっと誰使う？てか俺これさ、自分じゃなくてもいいんだよね。あ、これ3人しかいない、ね、ちょっとフリーダム使ってみようかな。グレイト、レッツゴー。そう、どうしてこんなことを。よし、さて俺たちもどうぞ。やるしかない、やるしかない。
ではないか。あれを落とすぞ。開幕でハイマットかますぞ。なぜ出てくるんだ。ピリリってなんてめっちゃかっこよくない。ちょっとさすがやらんたんだけど。いや 3-1 じゃなくて、あー、なにもう重いんだけど。アビス3匹マジでやばい。動けねえ。かがり様ってんのそれ。ボギー怖っ。はっ、ここで覚醒。俺も覚醒する。もう当てるか当たるか当てられるか。ここ、あ、死んだ俺。あ、生きてる。あーん、かがりさんさすがです。ちょっとあれですね、練習でフリーダム使ってなかったのもあるけど、ちょっと使いづらいっすが、難しいわ。ありがとう。お、モラシンに、じゃ、噛んだわ。モラシム任務一旦終了ですか。かがり様、ちょっとかがり様の活躍が良かったんで、今度かがり様の任務やりましょう。紅の石、あー、いいですね。何、戦力ゲージゼロ系ね。まあデスティニーでいいかな。よし、分散できますか。とりあえず、いや、もうみんな水中にやめてくんない。最悪。平気好きなんだけど、この連山の時絶対セットで来るからきつくて嫌なんだよね。おい、ええ加減に進まねえぞ。おい、昔の俺よくやってたな、こんなの。勝てる気しねえんだけど。おいや、ダメか、さすがに当たんねえ。いて、机に手ぶつけちって興奮すぎて。君たちは僕の相手をしてくれなきゃ。黒とここめっちゃ早口だよね。今回なかなかいい動きしてるぞ。フラグかもしれない。多分オルガは最後でいいもんだ、こういうパターン。そう、マジでなんか微妙にさ軸ずれてるの腹立つね。当たってるし、上がってきたところ前角。オーケー、いや。あれ、なんか、急に、スッと倒せたな。オーケー。あざまーす。よし。さあ、続いてのかがりさん任務。あ、なんか急にミッションレベル3になってちょっと安心した。オーブの守り手たち。なにこれ。何使う？キラさん他になんかなかったっけ。うわー、ストライクとフリーダムしかねえ。まあいいや、フリーダムで。お、いいね、ストライク出撃 BGM。 え、なにこれ、なんでかがりミッションなのに M1 ストライクやってるの。見えねえ。ナイス。はーい、ごめーん。あ、出た、
このミッションからこの M1 アストレイ隊、この3人、皆さんはこの3人の M1 アストレイ隊で誰が好きでしょうか。僕は断然メガネの方が好きです。絶対メガネ取ったら可愛いからっていう理由ですね。動機が不純。 OK や、ごめんね、かがりさん。かがりさんごと切ってしもうた。やっぱお前はすごいやつだよ。よし。わ、なんかすごい。すごい、めっちゃ来たけど、ちょっとこの子たちは、ちょっと後にしますね。キラーは何が出てるの？え？マジで。また敵対人もあんの？ちょっと嫌なんだけど。あれだね、この流れでこのブーステッドマンドもやりましょうか。よし、やろうやろう。イザーク、やっぱね、イザークね、レベル低いんだけど普通にね心強い、マジで。この子いきます。うーしゃ、核攻撃隊を出せ。あー、ここか。檜山さんね。檜山さん、このあのドミニオンに乗ってる、さっき喋って、この喋ってるね、ちょっとキャラ名忘れてましたけど、その声優務めてる檜山さんね、やっぱり檜山さんっていえばやっぱ08正体のねイメージ強いですけど、なんかガンちゃん、なんか YouTube のガンダムチャンネルのお祝いコメントで檜山さん出てて、素のなんかパジャマで着てる T シャツ着てくるっていうのが最高に面白かったの。ひたすら前角を連打するっていう作業です。マジか、覚醒抜け。 OK。 いやー、ちょっと待って、一回やる。あー、もうやばいやばい。飛びすぎ飛びすぎ。メフィス邪魔すぎてさ、照準合わせてないでね、めちゃめちゃ攻撃食らうんですけど。見事だ。だが